森えりです。はい、今日は久しぶりに特殊メイクをしていきたいと思います。9月からハロウィンウィークを毎年開催しているんで、週に1回は嫌でも特殊メイクが上がる感じになってはいたんですけれども、まずネタがなかったです。なので今日は半顔メイク、今流行ってるじゃないですか。で、私化粧しても変わらないので、半顔だけちょっといろいろやられてしまった感じで、軽い感じでやりたいと思います。で、ちょっと異例なんですけど、今ここに三脚があるんですが、生放送をしながら特殊メイクをしたいと思います。はい、ということで久しぶりにこっち側だけだけど特殊メイクしていきたいと思います。こっちのリップを今取っていかねばならないね。こっちはこっちで今生放送、こっちはこっちで YouTube。 すごいね、忙しい忙しい。で、今日使っていきたいのはこの間買ってきたこちらの目玉です。集合体恐怖症だからさ、結構きついんですけど埋め込んでいきたいと思います。髪の毛はメンヘラちゃんメイクにしたいので結んでいきます。こっちから半分なので半分落としていきます。アルコールで油分を除去していきます。ペンを使って跡を描いていきます。こんな感じで描いていきます。これを使って塗っていきます。まず歯も描いていくので、とりあえず今ここ際だけ今描いたんですけど、この間に歯を描きたい部分をここ描いておきます。描いたんですけど、その他の部分を黒で塗ります。白で塗っていきます。久しぶりだな、この感じ。店内のメイクアップワークスを使います。開けて、はっつけて、その上からやっていきます。100均のつけまつげのグルーで留めていきます。気持ち悪い、気持ち悪い。気持ち悪い、気持ち悪いしか言ってないけど気持ち悪い。血のりをつけていきます。この下も赤くします。涙袋部分も赤くしていきます。本当は人間じゃなかったみたいな感じのメイクですね。あとのこことかこことかの部分にあざを自分でつけていきます。こっちはこっちで私の普通のメイクをします。普通のメイクの方はこれだけ。はい、ということで今日は久しぶりに特殊メイクで遊んでみたをやってみました。気に入った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、せーの、おつわり、バイバーイ。
めっちゃ泣いてるじゃん。